フォルクスワーゲングループジャパン VGJ は新型クロスオーバー SUV T6 を7月15日より発売する。キャッチコピーはオールマイ T6。 普段使いはもちろん、長距離ドライブなどのあらゆるニーズに応える T6 の特徴を表している。デザインはティグアンから受け継がれた新しい VW の SUV の DNA を表現しており、ダイナミックで都会的なスタイルを取り込んでいる。 LED デイタイムランニングライトが組み込まれたフロントフェイスバンパーはヘッドライトと一体感のあるラジエーターグリルによりワイドさを強調。また大型エアインテークとアンダーボディガード、リアディフューザーにより SUV らしい力強さもアピールしている。サイドはクロームトリムで強調したロングルーフが流麗なシルエットとなり、スタイリッシュなデザインを実現している。ボディカラーは VW の SUV として初となる2トーンカラーを採用。全9色のボディカラーに合わせ、グレードに応じてブラックまたはホワイトのルーフカラーを組み合わせることができる。また T6TDI スタイルデザインパッケージについては、ボディカラーがターメリックイエローメタリックまたはラベンダブルーメタリックを選んだ場合、インテリアもボディカラー同色系のイエローまたはブルーにコーディネートされる。ボディサイズは全長 4240×全幅 1825×全高 1590mm、 ゴルフに近く取り回しがしやすくなっている。またコンパクトなボディサイズでありながら、広々とした居住性とクラストップレベルの445リットルの2室を確保。あと席のシートバックを倒せば最大1290リットルという広大な空間になるなど、高い実用性も持ち合わせている。パワーユニットは最高出力150ピコセカンド、最大トルク 340nm を発揮する 2.0 リットルクリーンディーゼル TDI エンジンを搭載する。7速 DSG を組み合わせることで、クルージングでは低い回転数を保ち燃費を向上させ、アクセルを踏み込めば力強い加速でドライバーの疲労を軽減させながら安全で快適な長距離ドライブを実現。WLTC モード燃費は 18.6km/L と経済性にも優れている。新型 T6 は MQB モジュールの採用により、先行車を完全停止状態まで自動追従して走行するアダプティブクルーズコントロール、ACC 全車速追従機能付き、プリクラッシュブレーキシステム、フロントアシスト、歩行者検知対応シティエマージェンシーブレーキ機能付きなど、上級モデル譲りの先進安全支援システムを全車標準装備。さらにナビゲーション機能やオーディオシステムに加え、コネクテッドカーとしての機能を有する VW 純正インフォテイメントシステムディスカバープロや、画面全体にナビゲーションマップを表示できる